鈴木子筆、高高志子像栃木県立博物館像。画校が持っていた高志西への自画像を画校自身が模写したもの。高久高志子安政五年8月26日は江戸時代後期の画家。福古山戸絵派。本生は川勝。意味名は竜飛佐子。字は術字。通称は小野志郎。号は高志西への他に梅祭など。高高志子。 安高井西へと称した。武蔵埼玉郡をし城下の生まれ、代々安倍家の家老職を襲名する名門、川勝家の四男に生まれる。文政六年、安倍家がお師範から白川へ移法となり、これに従い一家も白川に移り住んだ。高市西への父、川勝高市人は四十歳で隠居し和歌や書画などの文画に遊び、兄たちも同様に和歌や書に優れた。 高市西江は、このような環境の中で育っと、若い頃から画家になることを志した。高市西江があまりに指導に身を入れないため両親は怒りなかば、感動同然で、江戸に出す。京都の画家、加納羅漢の紹介を得て、南画家、与田武ケに入門。天保三年頃、復古山戸江派の田中突言に死宿し、京都に登るが、突言はすでに死没しておりその門人。 浮きた一景に指示する。古事者に伝わる古賀や彫刻を林茂氏熱心に研究した。天保七年に名古屋に有歴し、歌人、渡辺清に学ぶ。この頃の作品には、高橋西江以外に、小野史郎の楽観が見られる。天保九年、江戸に戻る。この頃すでに両親の感動は解かれていたらしい。合商で、書画コレクター。 菊池波宮日の違うを得て様々な支援を受ける。天保14年、谷文長の皇帝、高久もやは死守がないまま休止。波宮日の勧めもあってその講師となる。しかし、高くの生が気に入らなかったらしくこう高し西へと名乗った。高し西へは、南賀と山和へを融合し、独自の画風を打ち出し、一家を成した。以降、 関東周辺を準優し多くの作品を描くが、安政五年に、下草沢原からの人に、これらにかかり病死。行年48歳。法名、行動を高堂大隆子ここもやと同じ柳家天竜院に葬られる。弟子に、淡島し学、小出東ず明など。ありがとうございます。